はい、10月4日火曜日、イカれるスリーメンの時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。はい、火曜日は不動のメンバーです。といっても先週はここにいる3人は全員国葬儀に参列しておりましたので番組はございませんでした。はい、麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いします。もう一方、産経新聞論説委員の阿部瑠衣さんです。はい、よろしくお願いします。それからスカイプでタレントの千葉玲子さんです。玲ちゃん、よろしくお願いします。はい、お願いします。国葬の話をいろいろ取り上げなきゃいけません。はい、玲ちゃん、まず1番を読んでいただいていいですか。はい、国葬一般献花に計25,889人。磯崎官房副長官は記者会見で27日に営まれた安倍元首相の国葬について、会場付近の九段坂公園に設けた一般向けの献花に合計で25,889人が訪れたと発表した。一般献花は午後4時終了の予定だったが、参列者が多く午後7時過ぎまで延長された。これはですね、もちろん公式統計っていうか、でこの26,000人弱ということなんでしょうが、実際はですね、私朝10時半ごろこの辺りいて、国葬のある日本武道館の方に入っていた。で、番組に出るために4時半ごろには出て、そしたらもう本当にずらーっと並んでるのを見ましたよ。で、友人からもメール来て、四谷駅までずっと最高列は四谷駅までつながってますよみたいな話を聞いていて、いろんなの聞いたらもう最初から四谷駅までつながってて、往復になったりこうね折り返したりとかいうこと、はい、だから途中でね、あんまり、結構暑い日だったから、お年寄りの方とかで途中でいなくなっちゃった、誰かに預けていなくなっちゃった人とかもいらっしゃるので、おそらくこれも倍ぐらいは私はいたんだ、2万5000とか6000のの感じの列じゃないなという印象はすごく持ちましたよ。で、特にやっぱりどなたもお書きになっているように若い人が目立ったんですよね、これがかなり特徴的だったんじゃないですかね、はい、あとやっぱりですね、そのみんなね、献花っていうと自分でお金を出して花を買って ね、はい、そうですよね、全国から交通費かけて、わざわざ足を運んで、実は私の妻も一般献花並んだんですけども、幸い2時間ぐらいで献花できたと言ってましたけど、相当歩いたと言ってましたよね。ですよね。これはだからその単に数字だけの問題ではないと思いますよね。そうですよね。だからもう一つ言うと、そのデジタル献花の方ですね。あ、はいはいはい、これも52万人になったんですけども、ね、これも単にその何でしょう、キーボードをポンと押すわけじゃなくて、はいはい、ちゃんとメッセージを一人一人ですよ、ね、書いてるわけですよね、本当にすごいことだと思います。これ今映像がたまたま出てますけど、こんな感じが、九段坂から四谷駅までずっとつながってるわけですよ。これがねすごいなと思って、そうするとその、後で出てきますけど、反対派の集会とかデモやってる人たち、これに比べれば何百分の1何千分の1ぐらいしかいないわけですから、この人たちもみんな見てくださいよ、こう文句も言わずずっと。だから直線キロって九段坂から四谷まで3キロって言いますけど、あれはもちろん直線で歩きませんから、その倍以上7キロぐらいは歩かされてるはずなんですよ、あの暑い中を。それでもね、言ったようにお花を、あの辺花屋さんないですからね、ちゃんと自分で用意して持ってこないと。近くの花屋さんで買うのに、花を買うのに1時間半かかった。そして並ぶのに3時間で、だから そして花を買ってから列の最後尾みたいに行くのに20分かかったから、全部で5時間だったっていう、私は。だから長い人はそれくらいになってるんですよね。それでもなおかつね、最後のお別れしたいっていうその気持ちがですよ、私はこれ尊いなという。面白いもんですよね、それをね、そのテレビは、行列もおざなりに映しましたけども、それよりかはわずか少人数の奇特な人たちのなんか変な踊りみたいなですね、デモを余計長い時間かけて放送したっていうのが、今の日本社会の歪みそのものですよね、ねえ、これだけどもう勝負ありだなというふうに本当に思いましたけど、素晴らしかった。国葬とともに、国葬儀とともにね、素晴らしい一般献花だったと思います。はい、ではレイちゃん2番をお願いいたします。はい、安倍元首相国葬、拉致解決へ尽力感謝、
被害者家族ら、安倍元首相の国葬には北朝鮮による拉致被害者家族も参列、報道陣の代表取材に応じ、ライフワークとして拉致問題解決に尽力した安倍氏の功労に改めて謝意を示した。はい、視聴者さんからです、お三方とも国葬に参列されたとお聞きしました。ぜひ感想をお聞かせください。今の写真もう一回出してほしいんですけど、はい、写真、はい、もう一度写真出してください。今の記事出してくださいませんか、はい、あ、これね、これでいいですか。ここにメガネがちょっと映ってるんですけど、これ私のメガネです、ね、これじゃ分かんない、これじゃ分かんないですね。ここに私がいたんですけどねカットされちゃったよね。あ、いや、分かんないですね。拉致被害者家族会からは、うん、まあ、横田早紀江さん と、はい、その向こうの横田拓也さん、はいはい、代表と、うん、飯塚幸一郎さんと、あ、それ飯塚さん、うん、それから有本恵子さんのお父さん明宏さんは車椅子なんです。あ、車椅子だった、ちょっと別のところにいるんですけども、で4人が参加して、まあ、支援組織の救う会から私が行って、うん、5人が、まあ、参加しました、はい、たまたま畔蒜さんとね、はい、武道館に入る前のところで、はいはいはい、出会ってですね。そうですね、私もだから早紀江さんに挨拶できまして、うん、まあ、なんか安倍さんが引き合わせてくれたのかななんて勝手に思ってましたけどね。まあこのまず入ったらですね、うん、祭壇の一番上の方に、はい、安倍さんの、うん、普段つけてる銀バッジ と、 バッチとかブルーリボンバッジとかありましたね。遠くからでも分かりました、飾ってあったんですね。それで司会者の人が紹介してくれて、うん、大写しになったから、うん、余計分かりましたけど、うん、そしてご遺骨がそのすぐ横に置かれたので、うん、そうでしたよね。まあ、だからこの国葬儀の隠れたテーマは拉致問題だったのかな。なるほど、なるほど。で、うん、最初始まって安倍さんの活躍ぶりをね、安倍さんのご自身が弾かれてるピアノに合わせて、あの映像がね、映像がずっと出ましたけど、その中でも拉致問題がワンコーナーあって、ありましたね。まあ、お亡くなりになった家族会の初代代表 の、 横田茂さんなども出てきてですね、一番最初からずっと拉致問題やってたっていうのが分かる映像で、そしてその後岸田総理がマイクを捉えた時も、安倍総理は国会議員バッジをつける前から拉致問題に取り組まれたんだと、うん、まあ、よく勉強されてるなと思いましたけど、うんうんうん、その話をから始まってですね、はい、まあ、今の話は、この上ですね、ちょっと見にくいけどね、うん、この辺に、ここですね、ここぼやけちゃってるけどね、うんうん、そこにブルーリボンバッジがあったんですけども、はいはい、で岸田総理ももちろん菅前総理もブルーリボンバッジをつけて挨拶をしてくださいまして、はい、うん、それでまあ、これは多分言ってもいいんだと思いますけど、山谷恵理子、うん、元拉致担当大臣などの配慮で、うん、有本さんも車椅子だし、早紀江さんも80の後半だし、うん、なるべく前の方のいい席を、うんうん、というご配慮もいただいて、そういうことですよね。 ああいうところにおられたっていうのはね、アリーナ席の前の方にいてですね、うんうんうん、外交団のすぐ横で閣僚たちがいて、はいはい、その後、政務官とか、はい、副大臣とかそういう人たちのすぐ後ろぐらいのところにいたんですけども、だからまあカメラも映しやすかったんで、ずっと岸田総理も拉致の話をし、菅さんも拉致の話をした時は早紀江さんの横をずっと映してたみたいですけども、で実は終わった後記者会見というか、まあぶら下がり会見みたいなことをやろうかなと思ってたんですけども、なかなかその場所とか何時に終わるかとかそういうこともわからないし、まあ早く長い時間座ってなくちゃいけないし、お帰りいただきたいというようなこともあって、それでまあでも私たち1階にいましたから早く献花もできて、それ出てきて、それで有本さんの車椅子のためにこちらでチャーターしたハイヤーがあって、それに早紀江さんと拓也さんも乗ってもらって、私も一緒に乗って東京駅まで行って、それで有本さんは帰っていただいて、そこで私の携帯電話で拉致担当の幹事者に電話をかけて、それで早紀江さんのコメント、はいはい、拓也さんのコメント、まあ私のコメントも求められたから私も話してきましたんですけど、それが先ほど出た記事に出てるコメントなんですけども、まあ早紀江さんも拓也さんも、とにかく一番最初からずっと、まあ家族会ができる前から家族問題、拉致問題ずっとね、
やってくださった安倍さんに感謝し、しかし強い喪失感を感じ、なぜこんなことが起きるんだろうかというふうに、まあ、思いながら、うん、それぞれのご感想を述べていましたし、うん、早紀江さんが献花した後、昭恵夫人のところにね、寄って挨拶したとき、昭恵夫人もうなずいて、うんうんうん、ああ、早紀江さんが来たんだなと思っていらっしゃったのを私、横で見てましたけども、うんうんうん、まあ、岸田総理も自分が拉致を解決するんだって思いをより強くされたんじゃないかなと思ってですね、うんうんうん、安倍さんの魂がみんなに乗り移って、うんうんうん、日本で、全員がやっぱり一丸となって救出をしようという、うん、再確認できた国葬儀だったんじゃないかなと私は思ってます、ええ、まあ、日本だけじゃなくてですね、うん、これもう3代の総理がみんな拉致問題をどれだけ重視しているかということを、うん、参列された各国の要人や関係者の方々にね、うん、ちゃんと伝わったと思います、ね、うんうん、そうですよね。でこれは当然将来的にも大きな財産だと思いますし、うんうんうん、まあ、中にいたからテレビ の, その生中継の解説なんてももちろん見てないんですけど、そういう解説をちゃんと してくれてるしたんですかね、どうなんでしょうかね、その辺のところが、まあ、あんまりそこまで拉致にちゃんとこうきちんと向き合ったかどうかわからないですけども ね, なるほどね、まあ、ただ、うん、本当にいい葬儀でしてね、私、まあ、葬儀っていうか国葬儀ですけども最初に西岡さんもおっしゃったの8分間の安倍さんの業績を振り返る映像、うん、はい、映像があって、はい、これを編集したのは安倍さんの元秘書官ですね。あ、そうですか、佐伯さんという経産省の秘書官ですけども、あ、そういうふうにですね、なんかこう、私その日は当日そのまま会社に帰って、うん、原稿を書いたわけですけども、翌日一面の原稿を書いて、うん、はい、その中でね、その派手な演出も、うん、その華美な装飾もないが、うん、関係者の心のこもった儀式だったというふうに書いたんですけども、もう本当にそう思いましたね。なるほどね、なるほど。外国要人を会議室に座らせてるのはどうかというちょっと思わんでもなかったんですけども、うんうん、まあ、それも仕方ない、うんうんうん、まあ、本当に、まあ、簡素だけど、まあ、中身の濃い、うんうんうん、と思いましたね。私は当日5時からの生番組に出るためにもう戻ってきて、まあ、そこでも言ってますから簡単に言いますけど、実は私自身はその安倍さんが7月8日に亡くなってもうしばらくはその事実っていう現実をこう認めることがどうしても できなくてですね、だから12日の安倍家のご葬儀にも参列をしなかったんですよ。で ただ国葬議員の案内状を来た時にはこれはもう安倍さんのご意思なんだろうと思って参列させていただきまして、僕はね一番最初に安倍さんのご遺骨がね昭恵さんにこう抱かれてずっと入っていくじゃないですか。その時ね陸上自衛隊の弔砲が鳴るわけだ、ドーンとね、うん、その時にねやっぱりその武道館の全体がとか屋根っていうかビリ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 とこう震えるその音がね本当にああこれでもう別れなんだなっていうね、すごいし、私は受け取りましたよ。もう涙ボロボロ出て、だから私の、うん、全くの個人的感想ですけども、まあ踏ん切りがついたという言い方はちょっと適切じゃないかもしれませんが、自分なりに安倍さんのお見送りすることができて本当に良かったというのが僕の個人的な感想ですね。はい、じゃあレイちゃん3番をお願いいたします。はい、安倍元総理の国葬実施良くなかった 54%、安倍元総理の国葬について実施したことは良くなかったと答えた人が 54% と過半数となり、良かったの 42% を上回ったことが最新の JNN の世論調査で分かりました。一方、安倍元総理の政治家としての実績について聞いたところ、評価するが 71% で評価しないの 29% を大きく上回りました。これね、安倍さんに聞きたいんですけども、その国葬儀実施良くなかったが過半数54となってますけど、次の質問でね、安倍総理の実績が評価するが 71% もある、この乖離というかズレはどう理解すればいいんですかね。つまり安倍総理 その実績、やってこられたことは評価するけども、うん、それがイコール国葬に結びつかなかったということですよね、うんうん、
うん、でもそれはどうして結びつかなかったかというと、まあ、マスコミが大反対してからだと思います。まあまあそういうことですよね。中にはあのフラッシュニュースのようにですね、安倍昭恵夫人が反対しているのにもかかわらず、うん、政府が押し切ったみたいな記事が出ましたね。でも今日私たまたま要件があって安倍昭恵さんのもとに行ってですね、うん、しばらく雑談してたんですけども、うん、あの国葬儀に関して昭恵さんは、岸田総理が決断してやってくれて本当に良かったと、うん、感謝しますということをおっしゃってましたね、うん、まあ、安倍昭恵さんとしましてはですね、その愛するご主人のですね、まあ、業績足跡がですね、国葬儀によってこれがみんなの心に残るっていうことがやっぱり嬉しかったんだろうと思いますね。それを心のない、うん、人たちが恥ずかしめたっていうか、うんうん、貶めたと。弟の岸信夫さんもそのお礼の言葉とともに大変やっていただいてよかったということをお書きになってましたが、みんなそう思ったんじゃないですかね。昭恵さんがもう一つおっしゃったのはただあの当日国葬儀の当日にまでデモはしてほしくなかったと。なるほど、うん、これも全く遺族の気持ちとしては当然だと思いますよね。あの本当にねデモする人たち反対するのは構わないけど、うん、TPA をわきまえろと。特にさあれめ黙祷の時に合わせて音を鳴らせとかってやったって言うんでしょ、うんうん、あの太鼓叩いたりなんとかって、まあ、武道館仲間では聞こえませんけどね。けどでも失礼極まりますよね。だけどね、でそこにですよ、うん、共産党の委員長がいたっていうことが僕はねすごくね、うん、とんでもない話だと思うわけですよ。まあ、結局コミュニストに人の心なんかないっていうことがはっきりしますよね。まあ、そういうことですよね。西岡さんなんかあったらどうぞ。いやまあ本当に、うんうんうん、まあ、ちょっと言葉はないですけど、あの武道館の中はね、はい、本当にいい厳粛な雰囲気で、別に音は聞こえなかった、ね、うん、で世界中の人たちも台湾から来た人たちも含めてね心配したけど、ね、国の名前の一番最後ちゃんと呼ばれました、台湾ってちゃんと言ってましたからね。言ってましたよね、うん、でもう一つ言わせてもらっていいですか、はい、今回その TBS の調査で評価する 71% でしょ、うんうんうん、これ今までのねいろんな調査とも符合するんですね。なるほど。あの安倍さんが第二次政権を辞めた時に、うん、朝日の調査で評価数が 72% でその後も何かの調査、読売かなんか調査でもやっぱ 70% というのが出たんですよ。大体一緒ということ、ね、国民の7割は安倍政権、安倍首相の実績、やってきたことを評価していると。なるほどね。ということはもうこれはもう明らかになったんだろうと思います、ね、うん、まあ、だから国葬反対の論理も安倍さんの政策が間違ってたとかいうのもちょっと言ってますけど、それはメインじゃなくて手続き論で、はい、税金を使うのに国会に諮らなかったとか、うんうん、国葬に関する法律がないとか、うん、まあ、あるんだけど、うん、嘘ですけども、うん、そういうことを言ってる、そのことについての一定の広がりがワンワンやったのであるから、国葬儀をやったことについてよかった、うん、よくないっていうとこういう評価になるけど、あともう一つその前と旧統一教会の問題はまだモヤモヤしているとかね、うんうん、そういうバックとしたりいろんな理由が重なったんでしょうけども、うんうん、安倍政権と安倍首相の評価自体はもう揺るがないということだと思うんですね。そうですよね。